即人 BTS が日本で K-POP アイドルとしての人気を証明した。即人 BTS が本の30代 K-POP 男性アイドル部門で1位を獲得した。投票は4月25日から5月2日まで行われた。即人 BTS が10代 K-POP 男性アイドルアンケートで1位を獲得した。即人 BTS は日本でも美男子として知られていることを証明した。 断密の投票は一人一回しかできないため、不正は不可能。即人 BTS は合計5219票で27.97%を獲得し、1位となった。それだけでなく、即人 BTS は、天才的な顔のメンバーと、銅像のようなメンバーにも選ばれた。即人 BTS は、厚い唇と二重まぶたの美しいビジュアルを持つメンバーとしても知られている。即人は、 日本だけでなく世界の陸軍に大きなパワーを与えている。そんな即人 BTS が、また新たな金字塔を打ち立てた。日本の東京で開催された音楽授賞式で、即人は年間最優秀芸術賞を受賞した。受賞式後の声明で、即人はこの栄誉に感謝の意を表した。このような賞をいただき、大変光栄に思います。日本のファンの皆さんの多大な応援と愛を示す賞です。 私たち BTS は世界中のアーミーの限りないサポートにとても感謝していますと語った。今回の受賞は BTS の世界的な影響力と日本のファンとの親密な関係を示す紛れもない証拠だ。今回の受賞は BTS が世界で最も影響力のある音楽グループの一つであることを確固たるものにしただけでなく、即人の優れた芸術性と国際的な音楽業界への紛れもない貢献を再確認するものでもある。 世界中で大きな成功を収めながらも、BTS とそのメンバーは音楽とファンに対する揺るぎない献身を示し続けている。今回の受賞により、BTS のスピリットとアーミーのサポートは継続し、グループと世界中のファンとの強い絆がより強固なものとなった。即人の日本での素晴らしい功績を祝福し、これからも彼の深みのある音楽と世界中に響くポジティブなメッセージで何百万人ものファンを感動させ続けることができますように。 個人賞の受賞に加え、BTS は同イベントで最優秀グループ賞も獲得した。この快挙は、世界の音楽シーンにおける彼らの優位性と、韓国音楽業界への紛れもない貢献をさらに裏付けるものとなった。受賞式はまた、出席した日本のファンにとっても感動的な瞬間であり、彼らはメンバーを熱烈に歓迎し、終始温かい声援を送っていた。BTS 自身も、 彼らを支え続けてくれたファンへの感謝の気持ちを忘れなかった。BTS はミュージシャンとしてだけでなく、世界をより良くすることを目的とした様々なチャリティーや社会的キャンペーンへの貢献でも知られている。今回の受賞は、社会的認知を高め、世界レベルで重要な問題を支持する彼らの努力も評価されたものだ。着実に賞を獲得している BTS とそのメンバーは、音楽業界に新たな基準を打ち立て続け、 世界中の何百万人ものファンにインスピレーションを与えている。彼らの功績がこれからも社会に良い影響を与え、より良い変化を促していくことが期待される。期待通りでありますように。何か変更したいことがあれば言ってください。